現地メディアによりますと6日早朝イタリアのミラノを出発した高速列車が走行中に脱線し近くを走っていた貨物列車と衝突しました。この事故で乗員2人が死亡し乗客ら27人が怪我をしました。脱線の際高速列車は時速およそ180キロの速度で走っていたということです。ミラノの日本領事館によりますと今のところ日本人が巻き込まれたとの情報はないということです。